本教寺は、静岡県湖西市は静にある仏教寺院。北紀州神門流の東海本山。三号は常霊山。陰号は大貧院。本尊は美保村。達中が四院ある。南北朝時代の郊和三年、永徳三年、神門流の門袖神が東海地方を巡化していた時、行記回帰を伝える古刹高野山神言集。 三河国船形山府門寺町の末寺であった、東東海国薬師堂の僧が発戦を挑んだ。しかし、この僧の法説は非人により論破され、僧は大慈悲に日常と名を改めた。この日常が、当時解散の僧である。そしてこの時より、薬師堂は、常礼山本教授という名となり、この地域の法華宗布教の中心となった。江戸時代は十万国の格式と、 徳川将軍家の三つ葉葵の使用を許された。三門客伝静岡県指定有形文化財の奥垣院、古西市指定有形文化財の三門、中門、千仏堂、客伝など多くの文化財を有する。三門と奥書院は、吉田城元大手門であった門と城の御殿を三河吉田藩主、久世重行により寄進されたものとされる。日本庭園があり、 小堀演習の策定とも言われる。この演習流庭園は大書院に薬世家の奥垣院に生えている。庭園と書院の見学には配管料が必要である。本堂の近くに可否がある。ありがとうございます。